皆さん、飯野陽介です。今日はモチベーションを高めるにはどうしたらいいですかということについてちょっとお話をねしてみたいと思います。よろしくお願いします。で、実はですね、このお話ってある方から ご質問をいただいたんですよね。で、それに答える形でこういろいろ考えたことがあって、それをね、多分皆さんにもお役に立つことだなと思ったので、今回こんな形でお話をさせていただきます。よろしくお願いします。まず一つ目はですね、これは質問者に対する回答として当時言ったことをそのまんまなんですけれども、まず、何はさておきゴール設定ですねっていうことですよね。で、そこで言うゴールっていうのは、こう、足元の目標のことではないですっていうことなんですね。そこを一つまず注意を促しておきたいと思います。何かというと、その質問者の方はね、たまたま受験生だったんですけども、大学に合格したいですっていう、そこがゴールではないですよっていうことなんですよね。要するに、大学に合格をしたら何を勉強したいんですかっていう、入った後ですよ。で、それすら実はゴールではなくて、じゃあ大学に入って何かを学んで、その学んだことを生かして社会に出た後、あなたは何をしたいんですかと。そこなんですよね。社会に出た後何をしたくて、その結果社会にどんなインパクトをもたらしていて、その結果あなたはどんな人生を歩んでいるんですか、どんな人になっているんですか、そこがゴールです。僕の言っているね、僕の言っているゴールっていうのはそんな意味合いなんですね。なので、その大学に受かりたいとか、あるいは例えばその起業したい、社長になりたいとかね、モデルになりたい、看護師になりたい、そこがゴールじゃないですよっていう、モデルになったらモデルになったり、看護師になったら看護師になったで、じゃあそこでどんな風に仕事をして、社会にどんなインパクトを与えて、その結果自分はほらこんな人っていう、どんな人生を歩んでるんですか、その先ですよね。職業っていうのは言ってみれば、その自分を表現する、自分の人生を表現していく手段の一つに過ぎないわけです。なので、それ自体を目標に、ゴールにするんじゃなくて、その先で自分はその結果何をしているんですか、そこにゴールを置きましょうっていうのが、まず一つ言ったことですね。今回はモチベーションを高めるということについてお話しさせていただきました。ご参考になれば幸いです。